はい、おはようございます。昼ビール放送局、ワケありダイエットウォーク。今日も朝から雨降ってるんだけどね。ちょこちょこ歩き出した LGBTQ クイアのマコネです。そう、私の部屋にいるときはなんか風がピューピュー吹いてたから、これはなんかまた帰ってきてから収録みたいな、そんな感じだったんだけど、まあ下に降りてきてみたら、まあ雨は降ってるけどね、そんなに風は感じない。そう、これがまた土手の上とか行くと、土手ってか橋の上とか行くと、まあ、すごく風が強くなって、渡り終わるまでちょっと収録中止みたいなことになるかもしんないけど、とりあえず、今は大丈夫。そんなわけで収録しながら、歩き始めました。そう。まあ、今日はね、雨降りだから、雨降りだとね、そんなに寒くない？逆に天気だと、なんかすごく寒く感じる。そう。まあ、そんなわけで、今日はね、何をテーマに話していこうかなっていうのは昨日のうちに決めてました。だからってそれに対して大きく調べることはしてないんだけど、うん、まあ長岡市もね、確か全国一斉だよね。もし本当間違ってたらごめんなさいね。よっぽどニュース見てないんだってか世の中知らないんだこいつと思って笑ってください。まあ新潟県長岡市、私の住んでる長岡市も今市議会議員選挙の真っ只中で。うん。そう。まあ、この間ね、県議会選挙が終わって、その後引き続きって感じだから、まあ、ほんとね、街中に住んでる。もう私の家から駅まで、そうね、歩いて10分ぐらいかな。そう。うん。で、まあ、私の近所、私の住んでるところの近所にも、まあ、選挙事務所は結構いくつもあるな。そう。仮設の選挙事務所もあれば、そう、まあ、ご自宅の前に選挙事務所を作ってるところもあるし、うん。まあ、そんな感じで。まあ、だからね、そう、大体さ、まあ、田舎のね、まあ、長岡あたりだとさ、まあ、大体さ、住んでるところの周辺にさ、市議会議員だと、その地盤があってさ、町内とか、地区で、推薦する市議みたいな感じになってるわけよ。そう、まあ街中になるとさ、そういう人がまあごたごたしてるからさ、いっぱいいるから、そう、うん、まあ、選挙事務所とかが、まあ街中にいっぱいあるのは、まあ、そりゃそうなんだけど、で、そう。で、まあね、そんなにね、長岡市広いよ。広いんだけども、まあ、一日でね、横断できるっていうわけじゃないから、そう、まあ、毎日に、こう、宣伝カーというか、政治家なんだけど、宣伝カーだ。そう、外線カーだ。外線？いや、宣伝カーでいいや。外線カーだかな。外線だったかな。外線だった気もするな。そう、うん。まあ、広報活動の、車もさ、今日はあっち方面、今日はこっち方面みたいな感じで、そう、なるべくね、他の候補者と被らないようにっていう風にやってるけど、まあ、候補者の数もね、市議会議員だってね、それなりの数になっちゃうからさ、まあ、被らない、それ無理でしょ、みたいな感じなの。でも街中はさ、必ず来るわけよ。そう。だからね、ほんとね、まあ、私みたいに、午後からもう、お昼の3時には寝ちゃうって人は、いやー、うるさいんですけど、とか。いや、わかったから、って感じで。もうね、ほんとずっとね、ひっきりしなしに、車が回ってきて、そう、お願いします、お願いしますって話してるような感じなのね。そう。まあ、わかりダイエットウォークをさ、最初からずーっと毎回必ず聞いてるって人もさ、そう、いるかもしれないけど、まあ、過去にね、私結構ガッツに政治じゃなくて選挙に関わることが、まあ、あって、と、まあ、その時の思いもあり、まあ、いろんなことがあってね、今、選挙にも、政治活動にも一切関わってないんだけど、まあね、まあ、正直という話で、今日はね、宣伝か、外線か、宣伝か、宣伝、外線か、どちらもなんか間違ってる気がするんだよな。
そう、どちらも間違ってるかもしんないけど、まあ凱旋かでいいや、今日。そう。あれ、凱旋か、そう、凱は多分町だよね。線は、宣伝の線だよね。か、まあ凱旋かで間違いないか。まあ、言葉として間違いないから、まあいいか。そう、まあね、なんとなく聞きながらね、まあ大きい町じゃないからこそ、そう感じるのかもしれないけども、この候補は、あのね、知らない名前の人はもちろんいっぱいいてさ、そうみんながみんな、市外金のあの名前とかを全部しっかりわかるわけじゃないんだけど、まあ、大体わかるよ。だから、聞いてわかんない人、あ、この人は新人かなとか思うんだけど、それ以上に、宣伝カーのマイクパフォーマンスを聞いてると、あ、この人は新人だなっていうのを、そう、感じたりとか、あ、この人はベテランだなとかって、そういうのって、大体わかるような気がするんだよね。今日は独断と偏見で、宣伝カーを聞きながら、こういう人にはちょっと入れたくないよなとか、こういう人はもう、どうなんだろうっていう話をちょっとしていきたいと思います。本当、窓から聞いてての話だから、まあ本当かどうかわかんないよ。本当に勝手なこと言ってるなって感じで、例えてると思ったら、高評価してください。まあ、最初に行きますけど、そう、まあ、新人の方は、まあ、わかりますね。そう、すぐわかる。うん。でも、新人の方の話はちょっと長くなりそうだから、まあ、ベテランぜ。そう、もう4期目ですとか、5期目ですとか、まあ、3期目ですとか、もしくは、世襲した、方。要は、お父さんお母さんの、とかね、おじいちゃんおばあちゃん、まあね、家族に、政治家がいて、もう地盤をそのまま引き継いだっていう方。そう、ここら辺の選挙カーは、もうほんとね、名前しか言わない。そう、誰々です、応援してください。今年も今回も、応援お願いしますって感じで、うん、具体的なことは何も言わずに、とりあえず名前を延々と連呼してる。こういうところは、もうね、もう選挙のプロよ。うん。そう。なんかね、車でどんなにゆっくり歩いててもさ、もう走ってても、窓から飛び込んでくる音なんかほんとわずかなものでさ、結局印象残る言葉しか、そう、耳に残らないし、ほとんど耳に残らないわけよ。うん。となればさ、ね、細かいことなんか言うよりも、名前だけ連呼してる方が、そう、全然効率がいいっていうのをいいんだよ。実際は。だからね、ほんと、名前だけを連呼してる人たちは、もうベテラン。聞いてるとね、ほんとね、名前しか言わない人って結構いる。うん。まあ、そういう人たちの名前は、まあ、私もから聞いてもね、ああ、今期も、来期も頑張るのね、みたいな。頑張れ、みたいな感じだったりとか、いやいやいや、この人まだやるの?みたいな感じもあるし、まあね、県議会議員となればまたちょっと違ってくるし、市長となればまた全然違ってくるし、そう、国会議員って言ったらもっと全然違ってくるから、そう、なんとも言えないけど、市議会議員はさ、町内会長の親玉みたいなもんよ。親玉というか、駒使いというか、だから、そう、まあ本当政治家とはよく言ったもんだっていう感じぐらいの、そう、もちろん政治家は政治家なんだけども、まあどっちかというと、町の代表、地域の代表っていうような位置づけなのよ。そう、まあだからね、だからこそ、その地域に根ざした人が、まあ地域の人が応援するんだけども、そう、それだけに地域外の人たちってさ、そう、そこに地域に住んでて、まあそういうね、町のね、いろんなことに関わってる人にとってみれば、町のね、地域の政治家はすごい身近だけど、ただそこをさ、ベッドタウンにしてる人にとってみれば、ね、
もう長岡もさ、なんと、働いてるのは東側、住んでるのは西側っていう人もいるしさ、そう、遠方から帰ってくる人もいるし、だからね、そこに、住んで、もう生活すべてがそこにあって、もうそこから出ないぐらいの勢いの、まあ、地域密着、ライフを過ごしてる人たちにしてみれば、まあ、地域の政治家は身近だけど、そうじゃない人になってみれば、ただね、帰って寝るだけみたいな、そう、帰ってご飯食べて寝るだけって、家族は住んでるのはここだけども、働いてるのは別のところみたいな人にとってみれば、まあね、ほんと町内会のね、イベントとかでさ、町内のイベントとかで、まあね、たまーに市議会議員が来て喋るぐらいな、ああ、そうなんだ、こういう人が、この町内が応援してる人か、みたいな感じのものでさ、本当にリアル市議会議員ってさ、本当に実際ね、普通に働いてる人にとってみれば、本当にあまりさ、接点がなくて、そう、目立ちもしないし、そう、こいつら一体何やってるんだろうって、本当は短すぎてわからない。そういう、まあ、人たちだと思うわけね。まあ、それがいいか悪いか、いいか悪いかって言ったらいいと思うの。だって地域の本当顔役とか、地域のさ、本当地域の雑用係だもん。市議会議員って。だから、地域のいろんなことを、長岡市に行って、長岡市に改善させるための、まあ、取り付け役そう、だよね。まあ、それ言ったら県議会議員もそうだし、国会議員もそうだけどさ、規模が違うだけで。まあ、そんなわけで、まあ、長くやってる人は、それだけ、地域に顔が売れてる。で、長く、初めてって人は、その地域に顔を売るっていうところから始めなきゃいけない。で、同時に、無党派層って言ったら、まあね、市議会議員に党もクソもないけどさ、党もクソもあったもんじゃないけど、もちろん共産党の人もいれば、社民党の人もいる、社民党、もいるし、公明党の人もいるし、まあね、公明党はね、支持母体が支持母体でしっかりしてるからさ、まあ波及力もあるだろうし、そう、共産党でね、いいも悪いも主義がはっきりしてるからさ、共産党の考え方に賛同できる人は賛同できると思うんだよね。そうじゃない、無党派層の、そう、無所属ですっていう、市議の人たちはね、本当さ、自分のさ、プロデュース力にかかってるんだよね。そう。特に新人さんはもうプロデュース力にかかってるわけだから、まあどれだけ事前に準備してたかにもよるし、そう。まあね、インターネットを上手に活用してる人もいれば、そう、何にも活用してない人もいるし、そう、逆にインターネット怖くて触れないっていう人もいるしね。そう。で、まあ、現役の議員さんでね、何期目って人でも、そう、自分のやってきた実績を前面に押し出して、広報する人もいれば、広報できる実績がない人もいるわけよ。まあ、実際にね、長岡市のね、政治、長岡市自体の政治にさ、場っていうことができるっていうのもさ、市議の仕事だけど、実際はね、投票数がさ、高い順番から序列があるわけよ。そう、もちろんね、投票数がさ、高い方がやっぱ発言力があるわけよ。で、ほんとギリギリ受かりましたって人には、そう、まあね、発言力がないわよ。発言はするのはできるけどね、発言がすることはできるけど、影響力がね、低いの。だから、本当はね、本当は、この政治家を、この市議を、そう、本当に長岡のために役立ってほしいってことになれば、まあね、投票数を上げて、1位で市議になってもらわなきゃあかんわけよ。そう。まあでもね、まあ1位になる人ってさ、それだけ広大な地域に、
広い地域で人がいっぱい住んでるところで、広い地域に根ざした人が多いわけだし、さあ、ぶっちゃけ、さっき言った通りに、ベッドタウンじゃなくて、そこに根ざした生活してる人って、まあ、もうね、引退された方々とか多いわけよ。そう。おじい様やおばあ様助けとかね。うん。でさ、そう、もうほんと、まあ長岡もね、そうなんだけど、そう、まあ引退したね、お父様方はさ、やることないしさ、家の中にいてもさ、そう、家の中にいても邪魔らしってことでさ、まあみんなね、畑や始めるんだよ。そう、農地借りてね、そう、どこもかしこも畑だらけ。そう、ほんとさ、引退したお父様方ってさ、ほんとみんな畑好きだよね。まあ、運動のためっていうことになってるらしいけどさ。で、まあ、昨日ちょっとお話聞いた人は、いやー、早く行ってくれば大根いっぱいさ、いっぱいできてどうしようもないから、もう埋め立てなんて話したけど、いや、わざわざ作ったものをさ、また捨てるのかいと。そう、なんかさ、なしさいっぱいみたいな。うん。だってさ、まあ、私はさ、ともかく、私は結構ね、もらいもんで生きてるからさ、ともかく、そう、大根一本買えないで困った人なんていっぱいいるだろうしさ、作ったものをさ、作った以上さ、食べるか流通させるかぐらいまで面倒見てほしいよね。そう、おじいちゃまもおばあちゃまも。まあね、私はさ、それをもらうことでさ、流通の一役を、になってるじゃん、になってるけど。うん。そう。まあ政治の話に戻るんだけど。まあだから、やっぱ結局トップ当選する人たちは、まあじいちゃんばあちゃんたちの話を聞いて、そう、上手に聞けて、で、そして、そうだね、そうだねっていうふうに、忖度して、自分の主張を出さずに、まあ、歩く物事を進められる人っていうのは、基本的に支持されてトップ当選になるわけよ。そう。でもそうじゃなくて、とんがってて、自分の主張をはっきり言う人たちは、なかなか、上には上がれないけども、でも、一定数の、ファンがいるわけよ。支持者がいるから、だからまあ、当選はできるわけよ。そう。だからね、長岡市の場合は、どっちかというと、ほんと、そう、当選数、ギリギリのラインを、ラインでなんとか生き延びてるという政治家の方が、市議の人が多い気がするな。そう。特に40代ぐらいの政治家の方はね、40代以下の政治家の方も何人もいるけど、そう、彼ら、彼女らは、どちらかというと、もう本当、世襲した方はね、もう、前回もそうだけど、ポポンと、市議を飛び越えて、市議になって、市議を経験、2期ぐらいやった後に、パッともう県議に上がっちゃうってね、いう人もいるし、うん。まあ、人が大半かな。そう、現在長岡には世襲した、議員さん、市議会議員は、あまり多くないんじゃないかな。そう、うん。まあね、自分で政治家になろうっていうふうに決めてたら、下積みでコツコツ働きながら、そう、顔を打って政治家になったって人が多いかもしれないね。うん。そう。まあ、それでまあ、そのギリギリラインを攻めてる人たちも、やっぱりね、そう、まあ、ギリギリラインってことはさ、ある程度数は読めるわけよ。でも、数は読めるわけよ。そう、まあ、大体長岡の場合だと、2000から2500の間ぐらいだね。2000から2500の間ぐらいで当選するか、落ちるかっていうところじゃないかな。そう、まあ、その時によるけどね。時にはね、1600ぐらいで、上がっちゃった時もあるし、1600ぐらいで持っちゃった時もあるけど、うん。まあ、2500取れてれば、間違いない。そう、だってトップだって6000ぐらいだもん。6000いくかいかないかな。そう。だから2500取れてれば、まあ間違いないけど、うん。まあ、そこら辺が、そう、うろうろしてるラインだよね。そう。まあだから、まあ、うろうろしてる人たちは、
まあ、自分たちのね、自分のファンに関してはね、今まで通りのやり方でも、お、今回も頑張るのな、じゃあ、入れるからなっていう風で、またよろしくお願いしますっていいかもしれないけどさ、新しい人はね、長岡市もさ、人口の流出も流入もさ、まあまあそこそこ多いのよ。そう。だからまあ人の新陳代謝がさ、まあまあまあ多い方だよ。そう。うん。だから、まあ、新しい人に向けて、アピールし続けないと、まあ、抜けた分ね、長岡がいなくなっちゃった分をさ、上乗せしないと、なかなか当選しないと。うん。まあ、それだけにね、普段からさ、そういうもう、当落ラインギリギリの人たちのさ、動きもさ、まあ、活発だけどね。まあ、いろんなイベントにさ、顔を出すわ。ほんと。そう、地元のケーブルテレビの記者ですかっていうぐらい、まあ、あっち行ってもこっち行っても、まあ、ああ、久しぶりです、どうもです、みたいな感じの、まあ、顔は出すわ。そう。うん、まあね、まあ、他の地域もそうだけど、長岡もさ、議会やってるときは議会はさ、みんなインターネットで見れるからさ、うん。まあ直接ね、観覧に行くこともできるし、もちろんね、あきびしてる人もさ、スマホっていうか、スマホいじってる人もさ、まあタブレット見てる人もいろんな人いるけどさ、そう。ああ、やばい。ちょっとなんか今日もお腹の具合が、そう。ちょっと、おとなしくないわね。うん。まあ、それで、青年からの話にも取るんだけど、まあまあ、まあまあ、ある程度経験があるっちゃ、まあ、名前しか連呼しないと。そう。私はね、名前しか連呼しない人たちは、まあ、そんだけね、経験と実績があるんだろうけども、逆に言えば、目立った実績もねえんだろうなと。アピールできる実績もないんだろうし、まあ名前だけ連呼してるのが一番効率がいいっていうことで、まあ手抜きだよ。でも実際それが一番効果的なんだと思うわ。うん。そう。じゃあ、実績ある。まあ尖った人もいるの、長岡にもね、何人か。そう。もう本当。これはもう、市民目線からしても、これはおかしいでしょみたいなことをどんどん突っ込んで、改善していくっていう、まあ、アグレッシブな、議員さんもいるわけ。そういう人たちはね、自分が、成し遂げた、この数年間の間に成し遂げたことを、まあ、徹底的にアピールよね。そう、だから名前と、これはこうで、こうだったから、こうなりました。こうしましたっていう感じの、誰々です。僕はこれがこうでこうだったので、こうしましたみたいな感じの、短くね、やったことを、一つに絞って、バッて言い続ける人は、まあ、尖った政治家だよね。そう、ね、まあそのね、何々やりましたこうなったっていうやつに響く人は、まあそういう人のファンになるわけよ。そう、うん。まあね、そういう人もね、やっぱ一定のファンがあるからこそ連続当選できてるわけで、そう、まあまあ、そんなに大きく、票が伸びたり、上がったりすることはなく、そう、まあ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 、自分が辞めない限り当選はするんだろうなっていうようなのが、まあそこら辺よね。で、わけで、新人くん。そう。新人くんはね、どっちかというと、理想論を言う人が多い。そう。日本はこうしなきゃいけない。私たちの生活はこうじゃなきゃいけない。みたいな。そう。そう。名前よりも、そういう理想論の方が多い。そう。だから聞いてて、こいつ誰なんだって。こいつ誰だっていう風に、そう。誰なんだっていう風に、もう一回聞き直さないと、ああ、こいつがこれいつか、みたいな感じで。そう、わかんないぐらい、なんかね、ほんとね、熱を込めて、ほんとさ、政治家になるっていう思いを、前面に押し出すみたいな。そんなね、方が多いよね。そう、まあ、初々しいんだけど、じゃあお前は誰なんだって言われた時に誰かわかんないわけじゃん。名前が残ってない。だからさ、実際に投票するときに、まあ、その人の名前を思い出せるかって言ったら、ちょっと無理なんじゃない？うん。そう。ねえ。そう。まあ、あと掲示板だよね。掲示板もさ、まあね、やっぱ何箇所もあるからさ、
もう掲示板ね、活動開始 OK になって、一日のうちに全部掲示板を回って貼れるっていう候補の人はさ、やっぱね、それなりに支持者がいる人だよ。そう、うん。まあ、そこは、まあまあまあ、ギリギリにしても当選は間違いないだろうみたいな感じのライン。そう。まあ、新人くんたちに、まあね、そう、そんだけね、地盤があれば、別だし、その、前任のさ、その地域の、顔役の、政治の方の方が辞めて、の地盤を引き継いだ新人だったらさ、話は違うけど、もうほんとさ、地盤がほとんどなくて、ほんとに自分でも足で回って、稼いできた地盤しかいないっていう人にとってみれば、まあ、一日でね、あれ全部回って、ペタッと張っていくのは、なかなかだよね。多分ね、長岡市からもう、渡された、春のとか全部渡されるんだったと思うけど、渡された状態で、もう後ろに両面テープと片手、剥がして貼るだけって感じになってるんだと思うんだけど、うん。そう、だからまあ、あれもね、まあ、まあ、至るところに貼ってあって、まあ、見てさ、写真写りがなーっていう人もいればさ、そう、そう、前はもっと痩せてたのになーとか言う人もいるしさ、そう、あれはね、ほんとさ、なんか私もね、別にさ、今特定の人を応援しますっていうことはないわけよ。うん。そう、まあ、かなり引いて見てるからさ、面白おかしくこんな話を喋ってるようなもんだからさ、そう。なんかね、私もね、まあ、何もなければね、誰かにさ、誰々応援してって言われればさ、ええよって、超軽い。私の一分なんか、今の私の一分なんか超軽いからさ、いいよって入れるよ、そこに。うん。そう、まあ、ね、まあ積極的にさ、選挙に関わって候補してくんないって言われたら、まあ全部断ってる。うん、それはね、いや、今やってないんだよ、みたいな。今はそういうのにもう関わりたくないんだっていうような感じで、まあ、すっぱり断ってる。そう、まあ、断ってるだけに、じゃあ、投票だけでいいから投票お願いよってやれればいいよって。しかも私の場合はそれ早もん勝ちだから、一番最初に来た人のやつを入れてる。そう。大体ね、毎回同じ友達から一番最初に、そういうお誘いが来るから、まあ、入れてる人は一緒。うん。そう。でもそうじゃなかったら私はね、多分ね、顔で選ぶな。そう。顔の写真の雰囲気で、あ、この人はなんか、将来性ありそうだな、みたいな感じの。そう。将来性ありそうな若い子に投票する。そう。うん。で、もう何期もやってる、お父ちゃんたちみたいな人は、まあ私が投票することなく、ああ、受かるでしょう、みたいな感じで、投票しない。そう。まあそれはね、共産党の皆さんも、そう、他の公明党の皆様も、そう、私が応援しなくても、まあ受かるでしょうという、デッキレースみたいなところがあるんで、そこも私は投票しない。そう。だって、個々にはさ、公明党だからどうだって、そう、共産党だからどうだってわけでもなく、個々にはね、とっても素敵な人たちいっぱいいるからさ、うん。そう。まあ、なんだかんだ日本はさ、そう、宗教と政治はさ、別々だよ。そう。まあ、政治、なんすっけ、公明党がさ、そう、支持母体が支持母体だから、まあ、すごいさ、組織票を集められるっていうだけの話で。そう、組織票を集められ、組織を集められる組織を持ってるっていうことがすごいんだって。そう、だからって、そう、政治色が、そう、そんな強いかったらそんなこともなくてね。うん。私はそう思ってる。うん、だからまあ、共産党もね、まあ確かにさ、私が生まれるもっと前のね、そう、赤旗とかね、ああいう時代、まあ今も赤旗新聞あるんだと思うんだけど、まあ、ああいう時代を生きてきた人にとってみれば、共産党とか共産党員って言われると、またちょっとね、
気持ちも違うと思うんだけど、まあ、私にとってみればね、そうそう、多々ある野党の中の一つでしかないからさ、そう、どこに行きましたか、野党さんのさ、そう、影がもう本当、影が薄々の共産党じゃなくて、野党の中の一つでしかないから、まあ、それでもね、共産党っていうものに、ね、本当は共産党がさ、ぶち上げてる内容の中でもさ、まあ、私はね、どっちかっと、主義主張的には、まあ、共産党の考え方はね、そう、あらかたなんか、こんなのはって言えるような感じじゃなくて、まあ、共感できるところもあるときに、そう、それを考えるとね、まあ、共産党の人を応援してももちろんいいけどさ、共産党も共産党ファンがいるからさ、まあ、私が別に応援することもなく、まあ、受かるでしょうと。そう。あ、ちょっとトイレ。そんなわけで今日は選挙のね今日はとか言って今ねうんちしてね復帰したばっかなんで、あ、今日はここで写真撮っとこう。はい、何度も中断してね今日は日々私のね睡眠を邪魔しにする選挙の候補か、そう、凱旋かだったと思うけどな、なんだろう、なんで私忘れちゃうんだろう。うん。まあ、それを聞きながら、そう、この、政治家のね、序列の話をしたりとか、まあ、私だったらこういう人に入れるなっていうようなお話をしてきました。まあ、どちらにしてもね、どなたに入れてもいいと思うんですが、まあ、選挙をするっていうのは、まあ、国民の義務って言えば義務だと思うんです。そう、うん。まあね、まあ、義務っちゃ義務だけど、そう。まあ、行かないって人の気持ちもわかるよ。そう。まあ、それでも行かないって人の気持ちもわかるけど、そう。まあ、誰に入れたらいいかわかんないときは、まあ、身近な人に誰に入れればいいみたいな感じで話を聞いて、入れればいいんじゃないかなと思ってます。そう。うん。まあ、そんなわけで、やっと落ち着いた。そんなわけで、今日の昼ビール法則、アケライダイエットウォークも、ここまでにしたいと思います。うん、まあ、昨日からというか、昨日だな、多分昨日だと思うんだけど、見たことない木の芽をね、見た感じ美味しそうなのよ。そう、で、ちょっとかじった感じもね、美味しかったのよ。そう、これはもしかして大発見かもしれない。と思って、見た感じの、見たことない見たことあっても、今まで食べたことない木の芽を、ちょっとね、多めに取っていって、半分は天ぷらで食べ、半分は茹でて食べたんだけど、まあね、ものすごいアクが強くてさ、うん、なんだろうね、そう、天ぷらにした時も、そう、もう、天ぷらにしてね、私はさ、ほらもうキッチンドランカーだったからさ、もう揚げたてをさ、まあ誰かで一緒に住んでるわけじゃないっけに、揚げたてね、パパから食べるんだけど、とか言ってさ、アクキッズとか思いながら食べただけ。ほんでさ、茹でてみたらさ、ね、他のね、一緒にさ、茹でたっていうか、ボイルした野菜は、ほんとね、ちょっと、黄色色がね、色素が出てさ、まあ、お茶っぽくなるだけなんだけどさ、の子はね、もう、お湯がね、真っ黒になるくらい、アクが出まくってさ、いや、アク強いな、みたいな感じで、でも食べるとね、そんなに、茹でたのを食べるとそんなにアクがきついって感じはしなかったんだけどね。まあ、そんなわけで、まあ、それを食べた後は、なんかね、ものすごいお腹がぐる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 動いてて、そう、まあ痛いってわけじゃなくて、なんかすごい調子よく出てるって感じか。そう、なんかドバドバって出たって感じかな。まあそんなわけで、まあ今日はね、朝出る前もうんこし、来る途中もうんこし。今日はね、絶好調だね。
そう、まあ、この調子で、ね、多少痛くてもいいから、この調子で、ね、胃の中に溜まってる、あの、食便がみんな出てくればいいななんて思ってて、まあ、もしかしてそれが原因かもしんないから、まあ、今日もう一回ね、帰り取って、帰って食べてみようかなと思ってます。そう。だって朝のおしっこなんかね、もうおしっこはね、もう悪の匂いするんだもん。いや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 。悪出すぎでしょみたいな感じです。そう。まあ、そんなわけで、そう。まあ、今日はね、政治の話をしてきましたが、またね、機会があったら、まあ、政治の世界の話もちょっと交えながら、日常の話からいろんな話をしていきたいと思います。そんなわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ヒルビル補足、ワケアリダイエット奥は、毎日朝6時、月曜日から金曜日まで、配信してますので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。まあ、こんねでした。また明日。バイバイ。じゃあね。